ドイツの作曲家、ピアニスト・オルガニスト、指揮者。シレジアドイツ人。当時は、ドイツ楽団の重鎮も一人であり、19世紀の多くの指導的な作曲家から、友情や尊敬を勝ち得ていながらも、明らかに浪費癖や賭博癖といった、自打楽な、暮らしぶりのために、成功した活動を維持することができなかった。すでに8歳にして洗練されたオルガニストにして、 ピアニストであったことから、1843年に、フェリックス・メンデルスゾーンの推薦状を得て、ビンター・トゥールのオルガニストに就任する。その地でほぼ20年を過ごしたが、たびたび、ドイツを訪れ、シューマン夫妻や、ヨハネス・ブラームスと信仰を結んだ。1862年に、チューリヒに移り、定期会員制の演奏会を監督した。 この職務はわずか3年間しか続かず、ピアニストや伴奏者として、巡業に取りかかった。1868年に結婚するも、生活は不幸であった。1870年からチューリヒでオルガニストを務めた後。あと、1872年に、宮廷ピアニストとして、毎人間に赴任し、翌年ビュールツブルグ音楽院の院長に就任する。 1876年から1883年までライプツヒに暮らし、その後1890年までドレスデンでスコアリーディングを指導した。1884年、ギャンブルで重ねた負債を生産できるように、ブラームスやハンスリック、ニルス・ゲーゼ、グリーグ、ハンス・フォン・ビューローが3万マルクをかき集めてくれた。1890年に妻と家族を見捨てて、 ハンブルクに移り、その地で、以前の弟子の世話を受けた。1894年に二度の脳卒中によって、不随となり、裁判年には、全盲となった。キルヒナーは、メンデルスゾーンや、ロベルト・シューマン、フランツ・リストや、リヒャルト・ワーグナー、ブラームスやグリーグからも評価されていた。有能な編曲家であり、ブラームスの二つの弦楽六十奏曲を、 ピアノを三重奏曲に仕立てたり、ドイツレクイエムのボーカルスコアを作成したり、ハンガリー部曲集の第三部、第四部や、ワールツ集、愛の歌をピアノ独奏用に編曲した。作曲家としては、濃密な序章主義者であり、天性の商品作家として、演奏時間が1分しかないような小曲を1000曲以上作り出し、あたかも19世紀におけるアントン・ベーベルンの、 バガテルの先駆のようである。ワルツ州、作品23はブラームスに検定されており、性格的商品集夜景作品25には、ブラームスの歌曲、私の女王よ。なんとあなたは、作品32から9からの引用が含まれる。オルガン曲や歌曲、多少の合唱曲や室内楽曲も手がけてはいるが、還元楽曲は全く残さなかった。 しかし、友人のハインリ・ヒッシュルツイ・コール・ボイテンによって、キルヒナーのピアノ曲が、還元楽曲に編曲されている。キルヒナー作品全集は、ビンター・トゥールのアマデウス社が出版中である。ありがとうございます。